こんにちは。今回はね、オキコラーメンビッグチキンっていうやつですね。オキコっていうね、ものですね。オキコですからね。これが真ん中に火がついててね、それはちょっとミニカー紹介してる人ですからね。じゃなくて、オキコですね。これが真ん中に火がついてる方だったら、ミニカーを紹介したい人だなっていうのね、わかるんですけど、これ、大きい子ですからね。木が真ん中についてますからね。木と知ればね、全然違いますからね。全然木と知れば全然違うということを覚えてください。で、これは、あれですね。こう、大きい子株式会社が1966年で発売した、沖縄県民が愛された素朴な麺です。まろやかなチキンの旨味が特徴の昔懐かしい、商品ということでね。もうそんな古くからこれあるんですね。で、それでございます。では、いただいてみたいと思いますね。うん。なるほど、醤油ベースが効いていて、確かにチキンの味わいですね。で、うん、なかなかの、美味しさとね、うん、うん、麺が太くて、確かにこれは昔から食べられてる味って言えば納得いきますね。あのチキンの味がして、で、うん、この何て言うんですかね、こう非常に、ね、非常にね、この何て言うんでしょうかね、この麺の味わいと、うん、このこの非常にね、チキンの味わいとね、いい味わいですね。で、この、麺のね、多分確かに昔ながらの確かな味なんだね、これ。あまりにも美味しくてちょっと言葉がなくなってしまいましたけども、あの沖縄のね、味っていう感じですね。ちょっとこう塩味が効いていて、塩味が効いた中でこの何て言うんですかね、チキンの味がして、鶏の味っていうか、まあ、その鶏肉の味がしてですね。で、このさっぱりとしてるんですね、これが。いや、なかなかいい味ですよ、これ。ちょっと、強いて言うとちょっと濃いめかなって感じね。
まあ、沖縄の人はやっぱ濃い味が好きなんでしょうね。ちょっとこう濃いめの味だけど、あれですね、昔から日清のラーメンとか、あるいは辛ラーメンとか、まあその手の感じでしょうね。うん、でもこれはやっぱり、なんていうの、そういう他のラーメンと比べて、やっぱり明らかに違うのは、味が非常にちょっと濃い味、そして濃いんだけど、ちゃんとその、醤油ベースの味なんですよ。で、そこにチキンの味がちゃんとにしてる。うん。よく、ちょっと食べるとね、まあラーメンなんだけど、そばみたいな、まあそんな味わいですね。ラーメンなんだけども、そばのような味わいでいて、で、塩辛さがあり、そこにチキンの味が入っていて、うん、スープも甘めであると。でもなかなかいける味じゃないかなと。確かにこれが沖縄の味だっていうと、確かに沖縄の味っていう感じですね。昔懐かしいって書いてあるから、ずっと長いことから販売されてたんだけど、うん、確かに沖縄独自の暑さの国、沖縄みたいな感じの味ですね。これはいい味じゃないかな。中にはね、申し訳ないんだけど、まあ沖縄はね、あんまり関東とかその他の国から来る人だからだけど、あんまり沖縄ってそのゴーヤとかその苦味のあるのが多くて、あんまりその美味しくねえとかっていう人もいたんだけども、ただその、なんつうんですかね、そういう中でこう確かに苦味のあるゴーヤーチャンプルとかね、ああいったシリーズがバーンとあるんだけど、でもそのアンダーサギーとか、こういう風なアンダーギーなんとかっていうのがあったりとか、あとはこういう風な沖縄のその海の塩を使ったラーメンとか、こういうのが美味しい。うん。で、アンダーなんとかってのもあれも砂糖をこう、コク砂糖なんですね。沖縄独自で取れる黒い砂糖があって、それを大量に作って、で、それを揚げて、そこ、まあ、ホットケーキみたいな感じでしてね。で、それをクッキーのように同時にして、で、食べてると。これはなかなか美味しいなと思います。でも、全然味わいとしてはいい味わいだし、うん。もう自分なく美味しい味わいだなと思います。これは結構いけるんじゃないかなと思いますね。そんなに悪いっていう風な味じゃない。うん、なかなかいいなと思いました。どうもありがとうございました。